カメラ、イラピコ、アクション。Thank you。お話ししていただきありがとうございます。ホモサイドルズ .com は、ユラピコさんのキャリアを長い間追いかけていきました。自己紹介をお願いできますか？はい。Hi, ホモサイドル、everyone。大丈夫かな、これ。ホモサイドルの、いつも見てくれてる皆さん、そしてホモサイドルの皆様、いつでもどこでもニコニコイラスマイル担当のワンツースマイル世界一熱いアイドルゆらぴこです。よろしくお願いします。アイドルとして10年以上活動してきて、ついにアメリカでデビューしましたね。これはゆらぴこさんに、ゆらぴこさんにとってどれくらい大きな達成ですか？そう、まさか、10年間この活動をしてきて、まあ、グーソードロップ、爆裂ヨシーと今ソロになって、海外でライブをできるっていうことは始めた時は思ってなくて、でそのうちにこう活動していく中で、こうアメリカ、いろんな、まあ、国が世界にはたくさんあって、そのアメリカってすごく大きな場所で、私のこう音楽が届けることができるってすごいことだと思うので、どれくらいで言うと、もう何、生きてきた中が10だとしたら、もう9ぐらい。もうでっかいビッグな出来事、やってみたかった、なんか来てみたかった場所の一つだから、もう夢が叶った、ドリームカムトゥルーみたいな、もうそう、今回のサボテンコを出れて嬉しいです。グソドロップに入った時、パンクアイドルグループに入ろうと思ったきっかけは何でしたか？そう、グソドロップがスタートした時はまだパンクアイドルじゃなくてロックアイドルで、オーディションにロックアイドルを始めてみませんかみたいなオーディションだったんですけど、私が、ロックとかパンクとか全然もう知らない、もう全然知らなくて、私の憧れてるアーティストだと、トリプル A とか、トリプル A、ジャパニーズアーティストネーム、トリプル A とか、なんだろう、木村カエラ、カエラ木村とか、なんかロックとかじゃない方々をすごい好きで、で、ロックでも自分やったことないけど、なんかやってみたいみたいな、チャレンジしてみたいって思わせてくれたのがグーソードロップのオーディションで、そのオーディションを受けてみようって思ったのは、なんかまだ自分がこう見たことない世界を見てみたいって思ったから、ちょっとこのオーディションもしかしたらそのきっかけになるかもしれないと思って、グーソードロップ入りました。でそこからパンクアイドルになったのは、6人に、チェンジした時、2017くらい、なんか6人に変わった時に、世界一、世界一、世界一激しいアイドル。そう、世界一激しいアイドルに変わりました。その、グーソードロップのコンセプトが。で、その時に、パンクをやろうって、なんか、プロデューサーから言われて、で、あんまりパンク知らないから、なんか、ちょっと不安、ちょっと怖いイメージ、パンクって怖いイメージだけど、みんなが自由に楽しめる現場にグーソードロップはできたのかなと思います。
怖いイメージ。あ、そう、怖いイメージ。パンクって、なんか、なんか殴り合いみたいな。あの、なんていうの。なんか怖い人がいっぱいみたいな。あの、なんか髪もトゲトゲ。この、そう、とかで、スパイキーヘアとか、そういうイメージがいっぱいあって、うん、でも、グーソードロップは、あの、アイドルと、なんかバンドの壁を、なんかぶち壊すみたいな。ウォール、ブロックみたいな。壁、あ、違う。あの、アイドル、バンドの、ウォールをブロック。そう、うん。パンクアイドルとしての経験は、今の仕事やパフォーマンスにまだ影響されると思いますか？イエス、あの、なんか、グーソードロップ爆裂女子のおかげで、すごいハートが強くなった。あの、メンタルもストロング。で、なんだろう、あの、グーソードロップの時、ほぼ毎日ライブがあって、で、あの、イラピコのソロに繋がってる部分があって、それは何が繋がってるかというと、あの、イラピコのソロを始めた時に、あの、ずっと、あの、この10年間の中で武道館目標、あの、イラピコがソロを始める時に、あの、武道館まで、私の生まれた厚木っていう場所から武道館まで走る、ランニング。っていうのをやった企画があって、それをもし達成できなかったらソロをやめようって思ってソロプロジェクトスタートしました。で、about 58 km。MV、ミュージックビデオ、生きていくになっている、あの、ミュージックビデオで、まあ、ちょっとショートになってるけど、そう、でもその MV を撮った時にソロを始めたんですけど、で、それもできたのは、多分、グーソードロップの時に、いっぱい、メニーライブ、ライブパフォーマンスとか、いろんな、もう、アイドルとかバンドとか、ハードコアとか、いろんな人と対バンするきっかけができて、で、そのおかげでいろんな世界を見れて、で、それが今の自分のパフォーマンスにもつながってて、多分ヘッドバンとか、あの、なんだろう、ヘッドバンキングとか、なんか、おい、おいとか、やるのもそうだし、あと、多分、気づいたら心の中のからの叫び、なんかシャウトを、なんか歌の中に届けることが多くて、で、それが多分、グーソードロップがなかったら、多分やらなかった、あの、今の自分がないから、あの、今の私はいないっていうのかな。多分、グーソードロップのおかげで、今のユラピコがいる、なって、あの、思えてるので、すごく、その、パンクの部分は、今の自分と繋がってる。部分があります。ソリーム。コミサイドルの読者の多くは、ユラピコさんをグソドロップのメンバーとして初めて知りました。海外から応援してくれるファンがいると初めて気づいたのはいつですか？はい、ユラピコが初めて気づいたのは、グーソードロップを始めて1年くらいの時に、ユラスマイル、ハッシュタグ、ユラスマイルで、なんか、ツイッターにたくさん書いてくれる方を見つけて、それがきっかけで、なんかやりとりしてるのとかを見かけて、あの、ファンの方いるっていうのを知りました。グソードロップの後、爆裂上司をセルフプロデュースし、今ではソロ活動をしています。自分でアイドルユニットをプロデュースして管理する中で、一番の大変なことは何だと思いますか？一番は、爆裂女子の時はセルフプロデュース初めての経験で、
なんか私以外にも他のメンバーがいたから、一緒に協力してなんか助け合って活動していけたから、まだすごくなんか心強い、一人じゃないかったから心強かったけど、今はソロになって全部自分が動かなかったら何も始まらない、何もできない。そうだから自分がこうなんかもう全部なんか自分セルフプロデュースだし、マネージャーだし、ダンスコリアグラファーし、シングもまあシングとギターはなんかティーチャーいるんですけど、先生といるけど、全部自分がこうお仕事くださいみたいな言わないと始まらないから、それをなんか行動力がないとこの仕事はできないなと思いました。アイドルとしての活動に加えて、他のアイドルユニットの振り付けもしていますね、うん、振り付け師としての仕事について教えていただけますか？はい、ゆらぴこはまず、依頼なんていう、お仕事、その振り付け頼んでくれた方々のムービー、なんかどんな音楽をやってるのかとか、どんなライブをしてきたのかっていうのを一度見て、でそこから自分の中でイメージ、こういう振り付けが合うんじゃないかなとかいうのを考えて、でそこから音を聞いて、自分でまずスタジオ入って、何、自分の中でこう振り付けを考えます。一度なんか頭の中で小さいゆらぴこを踊らせる、なんか一度で、その時にこれは違うなみたいなっていうのをまず自分の中で考えて、それでスタジオで入って、なんだろう、完成、その振り付けが完成したらスタッフさんに送ったりとかします、動画を。でそれでここはこうしてほしいみたいな風に言われたら、自分でまた頭の中で小さいゆらぴことか踊らせて、でスタジオ入って、で一番はなんかみんなで手を挙げるとか、なんかなんか作品みたいにしたいっていうのが私の振り付けをする上で大事にしてて、なんか自分の振り付けしたグループだったら、まあ爆裂女子とかもそうだけど、なんかこういうこういうやつとか、なんかこうとかこういうやつとかをなんか自分の中でなんかみんなでできる楽しいことっていうのをどのグループにも考えて当てはめて、それをメンバー、その依頼してくれたアイドルのメンバーと一緒にスタジオに実際入って、で踊って、一からもう最後までフルソングで教えます。先生になって、その時だけで。渡辺淳之介さんがワックの社長を辞めました ね、はい。ゆらぴこさんはアイドル、マネージャー、プロデューサー、振り付け師として10年以上の経験があります。渡辺さんの継ぐことができると思いますか？できると思います。I can do it。 いや、なんか渡辺さん本当にすごい方だけど、渡辺さんも同じ人間だから、渡辺さんができたなら私にもできると思う。だから頑張ります。 I will do my best。 なんかいつか私もアイドルプロデュースしたいとは思ってて、自分が入るんじゃなくて、なんだろう、若い方が新しくやりたいっていう、新しくなんかアイドルをやりたいって言ってる子にをプロデュースする仕事もやりたいと思ってます。最近、うん、地元の厚木でフェスティバルを開始し、うん、地元を観光地として知らせたいとおっしゃっていました、うん、
厚木ではどのような楽しいことができるのか教えてください。はい、厚木は自然が豊か、川があったりとか、緑がたくさん多い場所で、で、その中でも、私が、やっぱ生まれた場所だからこそ来てほしいっていうのはもちろんあるんだけど、音楽が、ライブハウス、なんかサンダースネークっていう、厚木っていう名前のライブハウスがあったりとか、厚木あゆ祭りっていう花火、ファイアワークスの、なんかフェイモスフェスティバルが、1年に1回なんだけど、あったりします。で、今年、ゆらぴこも出演することができたんですけど、すごく、優しい人がいっぱいいる、夢を応援してくれる人が多い、マイドリームサポートが many people。だから、すごい、初めて、海外から来た人も、きっと受け入れてくれる素敵な場所だと思うので、一度、来てみてほしい場所です。Please come to 厚木。Thank you. アメリカのライブでギターにチャレンジしましたね。はい。これからもライブにギターを含めるつもりですか？日本ではまだ、発表してない、披露してないんですけど、今、アメリカが初披露の場所になって、で、日本でももちろん、ちょっともう少し練習して、で、そこから、披露するつもりで、9月の、20日 ?20?20? セフテンバー20に、ユラピコジャパンツアーファイナルが、渋谷プレジャープレジャーであります。で、そこの場所か、その2日後の厚木ライブで、発表する予定です。頑張ります、できるように。で、なんかもちろんこれから先もっと上手になって、どんどん曲増やしていきたいなと思っています。今3曲しかできない。そう。アメリカでのライブを達成した後、次にゆらぴこさんが挑戦したいことは何ですか？はい、もうたくさんもう挑戦したいことはいっぱいあるけど、やっぱアメリカのライブを達成、まずできたからには、アメリカの、いろんな場所で、アメリカツアー、US ツアーをやってみたいなって、今回のアメリカライブをしてみて思いました。いろんな場所から来てくれたから。アメリカも広いから、なんかいろんな場所にピコピコピーポーいて、今回来れなかった人も、いるっていうのを知って、なんかアメリカのいろんな場所でツアーできるように頑張りたいです。ファンにメッセージはありますか？Thank you for Homicidal's ファン。そしてゆらぴこのファンの皆さんへ、いつも、応援してくれて本当にありがとうございます。この、10年の中で、いろんな、ライブをさせていただいてきましたが、こうやって今回のインタビューでも、Homicidal の方にやっと出会えたりとか、こう続けてこなかったら出会えなかった人が今まででたくさんいます。だから、私が生きてる限り、今この見てくれてるみんなに、一人でも多く会いに行って、ワン、ツー、スマイルをお届けできるように頑張ります。なので、これからゆらぴこのワン、ツー、スマイルを届けられる日まで楽しみに待っていてください。元気に生きていこうね。ありがとう。Thank you so much.